はい、どうもこんにちは。今回はですね、ASUS JAPAN 様より新しく発表されましたノート PC、ASUS ZenBook Solar についてお話をしていきたいと思います。ASUS 様より事前に、ね、お借りすることができましたので、使わせていただいているんですけれども、ZenBook Solar、一言で言うならば、軽くておしゃれな AI 搭載のノート PC でございます。これはね、コパイロットプラス PC と言われるようなノート PC になるんですけれども、40TOPS 以上のですね、AI 処理に適した NPU を搭載したプロセッサーを採用している PC となっていまして、ローカル環境で生成 AI を活用できる、そんなね、ノート PC になっています。今ね、生成 AI サービスってね、いろんなものあるんですけども、やっぱ導入がちょっと大変だったりとか、セキュリティがね、ちょっと気になるとか、なかなか手軽に手が出せないイメージもあるかなと思っているんですけれども、そんな中でね、Windows のアプリでボタン一つで立ち上げできて、ローカルで完結できるっていうのはね、かなり活用のハードルが低くていいかなと思っています。そんなね、新しい ZenBook について今日は詳しく見ていきたいと思います。まずね、同封物からなんですけれども、こちらですね。90W の電源アダプターがついてきております。あとは、説明書がついてきているという形でございますね。でこれね、もう持ってみた時の第一印象なんですけど、もう軽さがすごい。はい、あとね、質感めちゃくちゃいいです。カラーがですね、サブリスキーベージュとアイスランドグレーの2色展開になってまして、これはね、グレーの方のモデルとなっています。でやっぱポイントはね、ここの天板なのね、このボディにあしらわれている ASUS さん独自のハイテクセラミックハイブリッド素材のセラルミナル加工というのが施されていまして、マットな質感でサラサラしてまして、でかつね、この天板のねロゴがすごく控えめで高級感あるね天板になっていますね。サイズは14インチのモデルとなっていまして、重量はなんと 988g と1キロ以下になっている超軽量モデルとなっています。電源アダプターもかなりちっちゃくてですね、約 385g と、トータルでも約 1.3 キロほどで持ち運びにも最適かと思います。はい、そしてね、入力端子についてはですね、ここ右側に USB Type A のポートが1つ、そして左側に HDMI のポートが1つと USB Type C のUSB 4のポートが2ポート、そしてイヤホンジャックが準備されています。で、ここでもう気づく方もいらっしゃるかと思うんですけれども、専用の電源ポートがないんですよね。実はこの USB Type 4のポートが給電用のポートも兼ねていまして、なので専用のですね、電源アダプターも、この端子がね、USB Type C になっていますね。最大 90W になっておりますので、出力が大きめのね、モバイル充電器があれば、問題なくね、PD 充電で対応することができますので、別にこれをね、持ち歩かなくてもいいという感じですね。で、まあ、この仕様に関してはね、そんなにね、困ることはないかなとは思っているんですけれども、やっぱりね、電源用に1個ね、ポートを使っちゃいますので、外部アクセサリーを多く使用する方は、別途ね、USB ハブなんかが必要になるかもしれません。そしてじゃあね、開いてみるとこんな感じです。天板同様ですね、セラルミナム加工の筐体が質感高くてかなりね好感触です。キーボードの配列は日本語配列になっていまして、この一個一個のキーの幅もですね 16.1 ミリとなっていまして、コンパクトながらもタイピングはねとてもしやすいかなと思っています。でちょっとだけ気になる点としましては、ここ電源ボタンがですね、デリートキーの隣にありますので、間違ってね、押してしまうかなと思ったんですけれども、この PC で、ね、もう何個か原稿とかを作成していまして、結構タイピングしていたんですけれども、意外と自分はね、ここ一回も押し間違えることがなかったので、案外ね、使っていく中では問題ないのかなと思いました。また、マウスパッドの大きさがですね、横がだいたいね、127ミリほど、縦が80ミリほどとなっておりまして、結構ね広く使えますね。で右側でここ画面の明るさを調整することができて、で左側で音量調節で、上面で早送りとか巻き戻しっていうのができたりとか、あとね3本指でのスワイプだったりとか、2本指での拡大縮小、この辺のスマートジェスチャー機能をサクサクね使用することができますね。
またですね、画面はですね、こんな感じで14インチのフル HD16 対10の1920×1200 というですね、解像度になっていまして、なんと有機 EL パネルが採用されております。ベゼルも結構薄くてですね、画面が大きく感じますし、まあ、何よりね、画面がめちゃくちゃ綺麗ですね。はい。表面はグレアなので、ちょっとね、反射しちゃうというか、映り込みがね、気になっちゃう仕様ではあるんですけれども、やっぱね、有機EL すごいですね。黒の表現が液晶とは違うかなと思います。で、自分が今使用しているタフゲーミング A14 と比較すると、こんな感じになります。こっちがね、液晶の方の Asus TUF Gaming A14 でして、こっちがね、今回 ZenBook Sora OLED のモデルになっていますね。色味がね、初期、ちょっとね、こっちディスプレイの色味調整しちゃってるんですけど、こっちはね、初期で使っているので、まあ、若干ね、その違いはあれど、結構ね、やっぱサイドはこっちの方が高めというか、鮮やかに色をね、出してくれていますね。やっぱ黒の、この、暗いところの証言とかが、まあ、この辺のシーンとか見てもやっぱね、深い黒って感じになってますね。あと視野角はやっぱね、こっちのパネルの方がいいですね。ちょっと斜めから見た時にちょっとこっちはね、見え方変わるんですけど、こっちの鮮やかさはね、変わんない。ただまあやっぱね、映り込みというか、ここもね、ドライフラワー見えちゃってるんで、その辺は気になる部分ではありますね。スピーカーの音質っていうところも比較してみると、まあ、綺麗ではあるんですけれども、ROG ゼビルス G14 の時に感じたほどの感動はね、ない感じですかね。まあ、感もなく不可もなくという感じです。で、ちなみに、識域をカラープロファイルから比較してみました。キャリブレーターでの測定ではないため、正確な数値ではないとは思うんですけれども、sRGB では 140% 以上、DCI-B3 も 100% カバーとなっていまして、まあ、色味の確認などの作業にも使えるディスプレイになってるかなと思います。リフレッシュレートは 60Hz とゲーム用ではないんですけれども、まあ、動画編集だったりとか写真編集とかの作業においては十分な性能になってるかなと思います。またね、しっかりと ASUS アプリの方で OLED の焼き付きを防ぐ OLED ケアという機能がありますので安心してください。まあ、そしてね、スペック面についてもお話をしていきたいと思います。搭載している CPU は、クアルコム社の Snapdragon X Elite X1E の7100という CPU でして、AMD や Intel ではなくて、スマホやタブレットとかで有名なクアルコム社の CPU が採用されています。クアルコム社はですね、コパイロットプラス PC の条件である 40TOPS 以上の NPU を他社に先駆けてリリースしていまして、性能面も結構いい CPU になっていますね。ARM プロセッサーとなるので、まあ、ベンチマークもそれに合わせて今回は Cinebench 2024 ARM 版で測ってみました。まあ、12コアの CPU となりまして、結果としてはマルチスコアが851と、Apple の M1 Max チップよりもスコアが良くてですね。で、シングルスコアも104と、なかなかいい数字が出ておりました。まあ、グラフィック性能についてはね、内蔵 GPU と、なりますが、一応 FF ベンチとかも撮ってみました。フル HD の標準画質で2516と、ちょっとね、ゲームの利用は難しいかなと思う感じでございますね。まあ、ただ動画編集なんかはですね、結構サクサク動いてくれました。まあ、サンプルにね、4K120p の素材を取り込んで、まあ、フル HD でね、エクスポートなんかもしてみたりしたんですけど、まあ、タイムラインのエフェクトをかけたりとか、トランジションしたりする部分以外はですね、基本カクつかないですし、エクスポートの時間もですね、約1分の動画なので、まあ、そんな検証にはなってないんですけど、まあ、21秒で書き出しできていたので、意外と早いなと思いました。
もちろんね、ゲーミングノート PC ではもっとね、早く書き出しはできたんで、そこに差は出てしまってはいるんですけど、なんかね、作業している中でスペック不足で全然編集作業できないよということは全然なかったので、軽い編集とかであれば問題なく使えるかなと思います。また AI 処理に適した NPU のおかげで、やっぱコパイロットでの文章作成だったりとか、ペイントツールのコクリエイターっていうのをね、試してみているんですけれども、やっぱ比較的ね、短い時間で生成してくれていましたね。すごい。すごい。最初にイメージしてたやつにだいぶ近いですね。はい、そんなね、 CPU を搭載しつつ、でメモリはですね、 DDR5 の 32GB となりまして、ストレージは 512GB と 1TB のモデルが用意されております。あとね、無線は Bluetooth5.4 と Wi-Fi 7にも対応しておりまして、バッテリーの稼働時間も最大約29時間と十分な性能があります。まあ、リモート会議での用途においてもね、207万画素のインカメラを搭載していますし、内蔵マイクなんかもついておりますね。はい、ちょっとテストしてみたので見ていただければと思います。はい、ということで今ね、インカメラで撮っております映像どんな感じですね。あと音声も今このね、本体のマイクの方で収録しております。どんな感じで聞こえておりますでしょうか。なんか色温度とかも自動で調光してくれるみたいでして、肌の色とかホワイトバランスをね、自動でほら明るさとかも調整してくれてるっぽい。画質はこんな感じで、内蔵マイクで収録した音声はこんな感じになりますね。まあ、特別綺麗っていうわけではないんですけれども、必要十分なね、性能かなとは思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。個人的にはですね、めちゃくちゃデザインかっこいいと思っておりまして、これまでね、 ASUS さんのノート PC ってゲーミングノート PC をメインに使っていまして、今もね、これタフゲーミング A14 っていうですね、モデルを使用しているんですけれども、まあ、デザインの好みはもう断然こっちですね。タフゲーミングの A14 もシンプルなデザインではあるんですけど、やっぱここのセラミナル加工の質感がすごいいいですね。まあ、シリーズのね、差別化的に無理なのかもしれないんですけれども、ゲーミングノート PC の方のね、次の G14 とかは、ぜひこのセラルミナル加工のシンプルなデザインに、ね、なってくれたら嬉しいかなと、ちょっと、ね、期待しちゃいますね。まあ、性能面的にも、ゲーミングノート PC と違ってグラフィックボードは搭載されていないんですけれども、ただ NPU を搭載した結構性能の良いね、CPU と、何よりですね、この OLED ディスプレイの綺麗さが魅力的なね、ポイントかなと思っています。はい、一応ね、この PC どんな人におすすめなのかっていうところもお伝えしておくと、まあ、やっぱゲームはしないけれども、生成 AI での作業効率化をしたい方とか、あとデザイン系や写真編集などの色を重視する作業をされる方、シンプルでおしゃれな PC を探しているけれども、OS は Windows を使いたい方とか、やっぱね、新生活で大学やね、仕事に外にね、よく PC を持ち運ぶよという方におすすめできるノート PC かなと思っています。なので、ね、ぜひ今ノート PC を検討されている方はですね、選択肢の一つに入れていただければなと思います。こちらのチャンネルではこういったデスク周りのデバイスや撮影機材等の紹介をしているチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。では今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。